ミヤクチャンネルかっかりワンポイント解説。今回のワンポイント解説お楽しみいただけたんでしたらいいねを。またチャンネル登録もよろしくお願いします。オミクロン株による感染拡大が続く中、一方で早期に収束するんではないかという予測も出てきております。ところが感染拡大が早いから収束も早いということに対しての十分な説明がマスコミでなされることはありません。それは彼らが今まで主張してきたことにとってとても都合が悪いから、 というワンポイント解説。初めてオミクロン株が確認された南アフリカの例をとってみれば、急激に新規陽性者は増えました。しかし、ピークアウトも収束も早期に起こっております。これをオミクロン株の特徴だという説明だとして、それはウイルスそのものによるものでしょうか。新型ウイルスが確認されるごとに、 これまでの2倍の感染力、あるいは5倍の感染力などと言われます。私はこれを否定するつもりはありません。しかし、その何倍という結果は、基上の計算であるか、あるいは研究室での試験管の中のデータか、さらには、新たなウイルスが確認されたその直後の数字、そこから導き出されたものなのではないか。なぜこのように考えるかといえば、 今、世界を騒がしている新型ウイルスは、接触感染だからです。端的に言えば、人と人が会うことによって、感染が広がっていくタイプなんです。ここがポイントです。人一人が、一日ないし、一週間で会える人の数には、限りがあります。難しい話ではありません。コンビニエンスストアを利用するとしても、 ある一人が利用するコンビニエンスストアは限られるということです。だから、どれだけ試験管の中で感染力が高まっていても、その人が接触する人の数が増えない限り、広まっていく速度というのは、その人の行動範囲に限られます。さて、ここで南アフリカのように、急速に感染が広がった地域で、 瞬く間に収束していくメカニズムを考えてみます。人間の行動範囲には、おのずと限界があります。仮に、出会った人すべてが感染してしまうとしても、その人一人が感染させる上限というのは、その日会う人数に限られてしまうんです。そして、感染して運悪く発症しても、無事治ったならば、少なくともしばらくは、 同じ病にかからない、あるいはかかりにくい。それが自然なことですし、人間の免疫のメカニズムです。つまり、その結果、ウイルスは次の宿主、宿主にたどり着けなくなるんです。これが急速に広まった時、瞬く間に収束していくメカニズムです。京都大学の宮沢隆之先生は、これを目玉焼き理論と名付けております。また、マーケティングの世界では、 お客様の行動半径が限られていることは広く知られております。さて、それではなぜ、これが、マスコミ報道にとって都合の悪い事実なのか。新型ウイルスが流行り始めた2年前から、集団免疫について、マスコミは、そしてマスコミに出演する専門家は、1億2000万の日本国、日本国民全員を対象として、集団免疫が難しいと主張してきました。 しかし、人間の行動範囲、行動半径が限られているということは、集団免疫はそれぞれの地域、あるいは所属するコミュニティによって小さいながらも形成される。だから全くもって怖くない、なんて話をしてるんではありません。人間の行動の現実を考えることもまた正しく恐れることではないか。感染拡大が急速に進んだときに、 瞬く間に収束していくメカニズム。それはより小さなエリアで見たときに、町内会であったり、学校、会社なんかでも適用できます。一方、マスコミはこうした人間の現実に目を向けず、気上の空論で不安を煽り続けました。よって感染拡大と収束のメカニズムを丁寧に説明してしまうと、彼らにとって不都合なことがあるんではないかというワンポイント解説でした。 ワンポイント解説付きワンコのコーナーはありません。次回のワンポイント解説またレギュラー放送、突然始まる生配信なのでお目にかかれればと思います。バイバイ。